初めてのヘルメットになって、2つ目がそれとあとベルみたいな、あの輸送機みたいな。ところがその航空車を見たときには、あのジェット輸送機が短距離離陸やったんですね。すごいパワーで上がりながら斜めに当たってるんですよ。あれすごいですよ。ほんで急所急所でうわーって上がっていくのを4機連続やるんですよ。あとブレインパスの低空4ポイントロール。見たら全く飛行機興味ない嫁とか娘なのも感動しました。いやー今日まさかゾンビ撮影するとは思わなかった。ここまでここが有名になると。だけどここダイヤモンド富士が有名なんだよね。